船橋市、小野田町の、鈴見川の、ところに来ております、これが左手が鈴見川でありまして、で実はこの鈴見川を挟んでこちらが八千代市なんですね。でここの、木でくくられた区画は八千代市営霊園です。で、一方こちら側北側が船橋市小野田町です。小野田ではなくて小野田、この田んぼという意味で名前がつきましたので小野田町です。でこの鈴見川は地図でいうと南側に見える、南西側から、こうだんだんと流れの向きを見ていただきたいんですが、こちらの北東側に向かって進んでいきます。でこの川の流れに沿って進んでいきますと実は船橋の最東端ですね、東の端に行きます。その最東端というのは実はこれから現場で説明いたしますが、船橋市と白石と八千代市が3点交わる位置があります。ここの鈴見川が、神崎川に合流する地点がありまして、そこが、八千代市、そして船橋市、そして白石の交点になってまして、そこのところが船橋の最東端ということになります。まもなく着きますのでこれからご説明いたします。でここの鈴見川は一応脇を通れる船橋側通れることになってまして、通れる道がありまして今そこを遡ってきたところであります。さてここがもう少し合流点ですね。合流点でありましてこれは神崎川です。で神崎川に鈴見川、から流れ込むんですね。で神崎川自身は左から右地図でいうと、北西側から南東側に向かって、まあ、地図でいうと上から下という流れなんですけど鈴見川は南西から北東に向かってますので、今合流してますね。鈴見川が、神崎川に合流してます。でこの、合流地点のちょうど川の真ん中あたりが船橋の最東端になりまして、左側が船橋、左の手前が船橋市、そして右、向こう側がの、左の、左、左の向こう側が白石、そして右側が八千代市ということになります。で船橋のこの最東端の、経度は東経140度05分23秒です。で最西端は茨城中山の方にあるんですけど139度56分19秒ですので、船橋の南東西の、経度差はだいたい9分程度ということになります。さて、ここの、最東端東の端がこういうところにありまして、実は、その小室駅から約まあ、25分あれば歩いてこれますので、ぜひ一度訪れてみるといいと思います。ただ非常に分かりにくい場所なので春になりましたら私が北端と東端はともに小室駅から歩ける範囲で神崎川の、岸辺にありますのでまたご案内するツアーを組む予定ですので、ぜひ楽しみに現地を、ご覧いただくことをお勧めいたします。本日は2022年12月25日日曜日の朝でした。船橋市小野田町ですね、そして白石、そして八千代市の交点から、お伝えしました。